おはようございます。1月10日火曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありそうですね。はい、連休明けのね火曜日、今日からね本格的に、まあ荷物もねかなり動くんじゃないかなと思います。はい、まあ地元もねかなり出られたみたいで良かったですね。はい、じゃあ今週も頑張っていきましょう。なんとでかいねこの連長、すごいな。はい、活用ですが、はい、活用もねぼちぼちありそうですね。まだ出荷前なんでねパラパラしか出てきてませんが、すでにヒラメが何枚か出てきてますね。あ、これいいですね。2キロぐらい。はい、チミは少し大きめの。あ、これいいな。おお、すごい。これいいだろう。やったね。これはこれはすごい。ヒラメじゃ。あ、ヒラメ結構ありそうですね今日もね。はい、また後見に行きましょう。はい、競り場ですが、まあ今んとこ6分目って言ったとこですけどね、まあどんどん出荷されてますんでもっと増えてくると思います。国の2ですが、そうですね、下関の入選も今日ありましたんで、まあやっとね友な数2が揃ってるかなっていう感じがします。はい、いい感じ。はい、下関林です。おー、すげえ。これうっかりかさ、いいことだね。はい、一羽エビですね。大元気芸で、はい、じゃあ一羽エビ一つもらっておきましょうか。はい、はい、これは下のアナゴですね。アナゴちゃん、はい、長崎のマサバ。はい、こちらは同じく長崎のマサバ、マアジですね。キツネガレイですね。はい、こちらはヤリイカですね。煮付け用にもらいましょうか。はい、お願いします。はい、こちらは下関アマダイ。おー、でかいね結構ね。これいいサイズだ。
ども、高そうですね。どうなんでしょうか。はい、メッキですね。中ぐらいのアンコウですね。まあまあの大きさありますね。よいしょ。おー、重た。ピロン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 。これは調子の紅梅イワシですね。あ、カチカチがね、すごいね。これは相当脂があるんじゃないでしょうかね。見ていきましょう。おお、ササゴが結構上がってます。これまた大きな渡りが、おおほほほ、700、800ぐらいあるんじゃないですか、これ。でかっ。はい、いい雑魚ですね。わずかにいいが入ってるんでしょうかね。本当にわずかですけど、まあぼちぼちようなってくるのかな。どうでしょう。いい答えですね。はい、山盛りのイカガイですけど、これはちょっと小ぶりですね。先週のはね、もう少し全体的に大きかったんですけど、ドエビですね。これ大きいですよ。はい、おー、釣りのサワラ久しぶり。おはようございます。あー、これいいね。あー、これちょっと狙ってみようか。スズキは少しちょっとスマートになりましたね、もうね。こっちがタイラギですね。出ました。あー、特大ヒラマサでかー、すごいね。ちょっと長さ見てみましょうか。130センチ、すごい。まだギリギリです。
大きいんですけどね、ちょっとね腹回りが薄そうかな。まあ値段次第ってとこでしょうけどね。でもでかいですね、モンスター、すごい。はい、こちらはヤズですね、可愛いですね。3キロ前後で、はい、赤ナマコ。今日ちょっと赤ナマコ少なめですね、そんなに量がないかな。え、生海苔、生き締めの点でありますけど、これよう超えてますね。これちょっとメタボでしょ、こいつすんごい太いな。おはよう。これちょっと狙ってみましょうか。これすごいでしょうね、油。2月になるとね、チヌっていいっていう風にね昔から言われてますけど、すごいと思うそれ、すごいねこれそれで、ええ罠ですね、これまたでかいな大きい今のやつ。活魚結構出てきましたね、天然で。タイもヒラメもまあまあぼちぼちありそうですね。これで少しは選択肢ができたんじゃないでしょうかね。はい、こちらにもタイ。あ、タイ今日はね、タイがええ方が結構ありますね。まあどれかねやってみて、もしダメならさっきのね生き締めのあの両方へたたえを狙いたいと思います。はい、こちらはスズキですね。スズキはちょっともうそろそろパスかな、スルーしましょうね。スズキよっぽどいいのがない限りは。はい、コモンフグですね。美味しそう、プリプリ。ただこれ高いんですよね、結構ね。はい、ウマヅラハギ。ウマヅラはいいですね、今よう超えてます。パンパン、値段もパンパン。はい、ヒラメもねいいですね。キロぐらいのヒラメが結構おりますね。はい、競り始まります。じゃあ今日もね頑張って狙ってみたいと思います。割とね余計ありますよ、今日はいいのをね拾って買いたいと思います。買えるかな。2番ナードからか267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 番ナードからか
タイガーどっちでも1枚、どっちでも1枚が5点、5点ならどっからか6点、5点ならどっからか7点、7点ならどっからか8点、8点ならどっからか8点なら青山、8点ならサクリズバンガーどっか1枚、周りはどっからか周りは3点、3点ならどっからか2番の2号、2号ならどっからか2、2の2、周りはどっからか4号ならどっからか4点、4点ならどっからか3番の3号、3号ならどっからか3、2の3点、1番ならマルチの6番、1番ならマルチの6番がどっか1枚、ヒラメが1枚が4点、4千7度からんか4千7度からんか6秒アイプ6千アイプ7千アイプ8千アイプ1万
1番、お久しぶりです。あった今日には。鍵の天然ぶり入ってます。いいね。あ、まだもうギリギリやね。また2日ぐらい置かないとあれですね。でもいいのが入ってます。こちらね、面白いですね。これキアラです。ビリビリ。アオハタですね。はい。こちらがね、これオオモンハタです。オオモンハタ。はい。これはアコウキジハタです。ビリビリ。ハタセットですね。ハタセット。これも重いですね。はい。鍵の金庫が出だしましたね。大入りですね、これ。はい。今日は鍵の売りも入ってます。まだ値段聞いてないんでね、何とも言えませんけど、まあ安くはないでしょうね。どうでしょう。はい、中ぐらいの煽りですね。よしよし。はい、まだいいです。はい、じゃあね、ぼちぼち荷物も揃ってきましたね。はい、今日結構ね、意外と順調に、これ買えましたよ、これでっかいの、あーすんごい太ってますこれ。はい、天然ぶり萩野に、あーすいません、ありがとうございます。はい、こんな感じ、順調です。はい、活魚ですが、中ぐらいのヒラメが2枚、これもいいの買いましたね。あとこのタイ、このタイもすごいですよ、すんごい太い。これもこちらの活魚コーナーではナンバーワンでしょう。まあ値段もいいですけどね。はい、こんな感じ、いいの買いました。
あー、立派な立派な、これでかいね。よろしくお願いします。わー、多いよ今日は。多いね、海外大きく出てきましたね。これはね、アユの若い漁師さんですね。いいんじゃないでしょうか、賑やかなって頑張ってほしいですね。はい、競りはねまだまだ続いてますけどね、私はこの辺で戻って頑張りたいと思います。はい、連休明けのね火曜日、水揚げはね結構ありましたね。良かったですね。まあ昨日天気がねある程度良かったんでね、まあかなりの量さんがね出れてましたね。はい、休み明けにねこれだとね本当助かります。はい、今日もねいい買い物できました。さあ今週もねしっかり頑張っていきますんで、また1週間応援の方よろしくお願いいたします。はい、とりあえず火曜日、今日1日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、それではね戻って頑張りたいと思います。はい、火曜日の水揚げ結構ありましたね。良かったですね。もう休み明けなんでね、
もう店の方もね、からっけつなってましたんで、はい、あの本当にね、助かりました。よかったです。はい、しかもね、今日はね、まあ、あの本当、酔ってね、いいもんが買えるぐらいの量がありましたんでね、本当にいいスタートが切れるんじゃないでしょうかね、今週はね。よかったです。ただね、まあ、お正月も終わって、こちらもね、成人式も終わって、どうでしょうかね、お客さんの動きはね、ちょっと微妙なんですが、まあ連休明けなんでね、しっかりね、作っていきたいと思います。はい、ということで、火曜日、皆さん、今日も一日、しっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ、今週も頑張るよ。はい、お店到着です。はい、さあ連休明けしっかりね作っていきたいと思います。はい、まあ、すぐにねエコーが届きますね。お疲れ様です。はい、頑張っていきましょう。よいしょ。はい、おはようございます。はい、今週もよろしくお願いします。やれました。みんなね、重たいしよく詰まってます。おすすめです。どうぞ使ってください。ね、昨日は成人式でしたね。昨日おめでとうございます。